ミルクサッカーアカデミー井上真でございます。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はこちらですね、ドン。台所事情シリーズ、鹿島アントラーズ編です。鹿でございます。いやー、やってまいりました。このシリーズね、ついに関東に入ってきた。関東が来ておりますということで。そうでございますよ。もう夏の移籍終わったばっかりですけど、冬の話も含めね、どんなチームになっていくか、うん。このポジション足りないんじゃないか。このとこはこうなっていく移籍が冬にあるんじゃないかとかいうのも含めて。ね。うん、世代とポジション分布は先生が、お見立てとともにお送りしてくれるシリーズでございます。ございます。はい。そしてちなみにこれはね、9月22日水曜日の朝に出してる予定になっておりまして、実は今日の夜には、鹿島 VS 川崎なんていうビッグバッターもありますから。そうだ、そうだ、そうだ。ね、はい。そうなの。まあ、それも含めまして、こうね、うん、改めて鹿島にいるメンバーと、来年こんな人いそうだよねっていうところを、ちょっと話していければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、うん、でそれでは、こちらの表に進みたいと思います。皆さん行きましょう。うん、こちらです。ドン。見やすい表。はい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 。まず表の見方からお伝えしていきたいと思います。うん、上の部分にね、過去3年間の、成績も載せておりますよというところですが、はい、その下のところ、ピンクの部分がゴールキーパーになりまして、うん、その右側スルーンと行きましょうと。青がセンターバック、水色がサイドバックやウイングバック、うん、オレンジが守備的なミッドフィルダーになりまして、黄色が攻撃的なミッドフィルダー、はい、黄緑がサイドアタッカーとかウインガー、あとちょっとすいません、鹿島さんはちょっとサイドバックの方々がめちゃくちゃ多いっていうのもあるので、スルーンとちょっとサイドハーフの方々に、ちょっとできる方々はちょっと脇の方にずれてきてもらってますと。なるほど。っていうのもありますが、あと緑はセンターフォワード系でございます、はい。そして縦軸が生まれ年と年齢でございます。上に行くほどお兄さんということになりますけどね、オリンピック世代ごとに先生分けてくれてますよ、うん、ということですね。ございます。そしてこのベタ塗りの色のところは先生何ですか？ここら辺の人取りたがってるよねと。これは、はい。はい。ここら辺のところの世代が、この冬に欲しいんじゃないかと思われてるところなんです。すいません。大事な説明、チューインガムのくだりで潰しちゃってごめんなさい。はい、そして、インアウト。はい。この冬の、に入ってくる人とか、まあ、出てっちゃう可能性が高いかなっていう人を、はい、ラインナップしております。なるほど。うん、あくまでお見立てでございますけどもね。はい、はい。各ポジションずつ見ていきましょう。でも若いですね、鹿島ってこうやって見たら。そう、実はですね、鹿島って、そうなんですよ。ね、皆さん、こう試合によってはちょっと不安になられる試合もあるってことね、うんうんうん、サポーターの方からよく聞きますけど、うん、鹿島、実は一番今革新的なことやってて、うん、試合のスタメンの半分が東京&パリ世代っていう。うんうん、いやー、だから世代交代進んでますよね、そう、たまに。ラインナップ見て、ああ、なんか変わったなって思いますもんね。若くなったなって。そうなんですよ。で、それで言って、そ今、その、ね、この五輪明けの時とか、はい、ところとかではね、J 屈指の実は成績残してるよっていうのが実はあったりするので、詳しくはね、9月20日のマンデーライブのね、アーカイブ見ていただければなと思っておりますけれども、と。各ポジションちょっと見ていきましょうと、うん。ここはもう特に変わることはないのかなと思っていて、うん、はい、もう大ベテラン、スンさんがね、スンさんと相手言いますけど、スンテさんが。もうここはかつてのね、曽我畑選手みたいなこう役回りもやっていただきつつ、そうなのよ。だけどね、第一投は今沖選手ですから、22歳、うん、沖さんがこう、もちろんながら国内移籍みたいなことは、まあ、ないじゃないですか、鹿島。まあそうでしょうね、うん、はい、なんで沖選手が海外に取られるみたいなことがない限りは、うん、この4人のセットはそうそう変わらないだろうなと、うんうんうん、だ今後ゴールキーパーの移籍がある時があるとすれば、例えばゴンスンテ選手が母国韓国に戻らなきゃいけないとかなったりだとか、うん、いわゆるご自身が引退とかってなった時にベテランプレイヤー誰か取ることになるのかなっていう、はい、それぐらいだと思うんですよね、ここに関してはね、ね、はい、でございますと、はいはい、うん、そしてセンターバックでございます、うん、センターバックが今ちょっときついのが、まあ、全体ね、センターバックで言うとこの青のところ6人いますけど、うん、奈良選手が今福岡にレンタル行ってるのと、はい、今犬飼選手と上野選手も怪我しちゃったんですよ ね、 そうなんだよね。だから実は町田、林、関川の3人しかいません、はい、オール東京世代、うん、すごいですね。本当だ。だもう一人怪我するとちょっとやべえってのはあるんですけどっていうところ。やっぱり30代前後のね、こうなんかディフェンスリーダーみたいな人がね、一人仕切ってるみたいなイメージ代々ありますもんね。そうなんですね。でもまあそこにもう犬飼選手がちょっと突入し始めたなってのもあるから、はいはいはい、ね、そうなってくるともう新しく欲しいのは若手かなって思います、うん、僕は。ああ、そう、そこで18人のところにね、そうなんです、チューインガムが貼ってあるわけですね。もう僕は見立てております、一人。まああるかどうかわからないけど。はあ、
米子北高校鈴木慎之助、下に書いてる先生のねお見立て、はい、はい、米子北高校って実はまあさ鹿島つながりあるんですよ、米子北高校鳥取庄司元、ああ庄司元だ、そうだそうだ、はい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 、ただ実はこの鈴木選手、うん、米子北の前にじゃあどこにいたのかって話なんですね、ここの前、はいはいはい、大宮アルディージャ U15、はあ、で今日、今年の高卒ルーキーである須藤直樹選手と、うん、大宮 U15 での先輩後輩やってるんですね。そうなん。須藤選手は大宮の U15 から抜け出して昌平高校行って鹿島来たけど、うん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 、鈴木選手はそっちから大宮 U15 から米子北行った上でどうかっていうところ。なるほど。そうなんです。はい、僕、あり得る選手なのか。ね、はい、めちゃくちゃ。ありがとうございます。米子北はインターハイのね、準優勝校だったりしますから、すごいね、青森山田セッタ高校でございます。はい、はいはいはい。のディフェンスリーダーでございます。僕は結構あるんじゃないかなと思っております。なるほどね。はい。そして続いてはサイドバックでございます。うんうん、サイドバックは、長戸広瀬、あとね、今湘南に行ってる杉岡、そして常本、うん、で、岩手に行ってる、佐々木とユースから昇格する溝口、プラス、黄緑のランね、ちょっとあまりにも同じ世代に人数が多すぎてってので、安西、小田っていうの、合計。うんうん、なんと8人います、サイドバック、はいるね、これはさすがにかなと、はいはい、来年も、まあ、レンタルですぐにいないですけど、うん、この8人が来年ちょっと鹿島で全員いるっていうのはちょっとポジション的にもかぶりすぎなので、うん、まあ、やっぱり1人2人はいなくなってる可能性はゼロじゃないかなっていうのはあるのかなと思っております。はいはいはい。で、そんな中でちょっと難しいのはやっぱり今ね、うん、左サイドバック長戸選手とあと戻ってきた安西選手ができるのと、うん、右で大卒ルーキー常本選手がね、頭角を現して、プラス広瀬選手がいる以上、ちょっと今レンタルで出ている佐々木選手、杉岡選手、小田選手の3人がちょっと難しいかなってのが現状の、あれかなというところ。で、杉岡選手は今もう湘南戻って以降、3バックの左ずっとやってますし、うん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 、佐々木選手は岩手で頑張ってるのと、はい、あとね、ただちょっとこれ言いたいのが、狙われてるサイドバックが一人いるんですよ、その中で、うんうん。それが実は小田いつきでございますと。ほう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 。今年主にジフで、左のウイングバックやってるんですよ。うん、まあ、スリーバック体制だからしょうがないんですけど、うんうん、で小田選手がちょっと新たな境地を見出してしまいまして、うん、まあ、去年にいた町田時代からちょっとその気はあったんですけど、ジャンプ力あるのよね。ああ、なるほど。だから、サイドバックって最近よくあるのが、高さも欲しいって言いますもんね。そうなんですよ。で、こう、セットプレーだとか、あとクロスの対応のところでセンターフォワードの選手があえてセンターバックとぶつからないで、サイドバックの方にあえて流れそこで勝負するってことが最近トレンドとしてあるんですけど、なるほど。小田くんそこで勝っちゃえるんですよ。はい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 。重宝されるね、これはね。もうどこでも欲しいよね。あ、そうだね。しかも右も左もできるんだもん。はあ、はあはあ、僕来年 J1 だと思います、小田くん。うーん、どこのチームかわからないけど。さあ、狙われているぞというところでございますね、と。はい。はい。そして、続いてはオレンジでございます。オレンジは特に動きないかなと思うんですが、気になるのが一つだけあります。はい。ケント・ミサオ。ケント・ミサオ。が、まあ、この間ミルワカでも動画出したんですけど、うん、はい、なんかセルティックが狙ってるんじゃないか的な節がある。そうだ、言ってましたね。そうなんです。はいはい、25歳。で、しかも、セルティックが、セルティックだと、ちょうど、このピンクの位置、ここら辺。この、安西、小田、三沢、そうそうそう、はい、ここら辺の位置が、ごっそり誰もいないんですよ。ほう。20、今の、この1994、5、6、7年ぐらいのところがほとんどいなくて、そのボランチ一人必要だよなって状態だから、まあ、三沢くん狙い当たりつけるのは、まあ、あり得る話だなっていう。まあ、本人が行くか行かないかは、一旦さておいて、狙いがつけられても確かにおかしくない選手だなとは思いますというのがある。さたしでもどうなるかはわからないぞと。気になりますね。そうなんです。ホストゴグルさんが欲しがってるのか。そうなんですよ。わからないけどさ。といえばね、私のいた日本にね、つっていいボランチがいてね、ってことだよね。そうなんですよ。25歳でね、つって。で、うん、傾向としてあるの、可能性があるのがね、ポステゴグルーさんはマリノスから行ったから、自分の元いたチームから引っこ抜くっていうふうにすると、チームを不義理になっちゃうからね。そう。うん。だから、はい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 、自分が対戦してみてやばかったなっていう相手チームの選手を取ってくるんじゃないか。これはシティグループにとってもいいことだからね、マリノスが勝てるようなお力添えでもあるし、自分の今の仕事にいい面々を引き抜けるという、うん、そうなんです、そういう作戦もあんのか、すげえグルだな。なるほど、すごいね。そうなるとマリノスに相手
に対してやっぱ勝ってる鹿島だと、鹿島から持ってくってのはゼロじゃないのかな、なんてのはちょっと思っちゃう。なるほどですね。ただね、まあちょっとプレイスタイルは違うんだけど、いるのよ、まあさん、皆さん一人。てか、ここ一気にちょっと二人紹介したいんですが、オレンジのところのインと、あと緑のところのイン二人。なんか高校じゃなくて、高2っていうのが二人いるんですよ。大阪瑠衣さん。はい。そして福田紫耀選手。神村学園高校出身というか、まあ今在籍してるんですけど、まあいわゆる今のパリ世代のね、2003、4世代ぐらいのところのもうエース格二人です。ね、合宿とか呼ばれてますよね、先生の、うん。そうなんです。世代別の合宿には、そう。ね、見たことあります。はい。最近ね、まあさ、皆さん、福田紫耀選手、フォワードの方が、練習参加鹿島にしております。あら、 あらやっぱ世代ナンバーワンを最近取ってきたチームなんですよ、鹿島っていうのは。まあ昔で柴崎選手とかもそうですけど、最近でも例えば東福岡出身の荒木亮太郎だったり、去年のね、翔平出身の須藤直樹とかっていうのは、あと松原優太もそうですけど、世代の高校生の方のやっぱりトップクラスを取ってくるっていうのがあるから、なるほど。さっきの米子の鈴木慎之介は今年で、来年ところで大迫塁、福田紫耀って2枚抜きとかってことは僕はあるんじゃないかと思っているんですよね。全然あると思う。ここは。で、さらにちょっと先に言っちゃうと、もう一人高校2年生ウィンガーいるんですけど、これこの間、リスナーの皆さんの情報提供でいただいたんですが、今、昌平高校の荒井優太選手、高校2年生。彼もまた世代別代表の最近の常連なんですけど、彼もまたなんか練習参加してると、鹿島に。で、昌平高校ということは、須藤直樹選手の一個後輩。あら、つながりあるじゃないですか、ここは。これはまたいっぱい揃っちゃいますね、鹿島と。ね、まあ、鹿島が欲しいって言われたらね、ちょっと代表選ばれたに近いですからね。そういうことですからね。まあ、そんなメンバーがまあ入ってくる可能性は高いのかなと思っておりますと。あとは鹿島はそんなにこう他のチームから大きく積極補強することはそんなにはないかなと思っていて。その代わり、狙われてはいるよねっていうのが、まあ他に何人かいますよと。まあ今、レンタルで出ている、例えば白崎良平選手あたりがね、鳥栖にそのまま移籍だとか。活躍してるもんね。そうなんですよ。あと湘南にね、名護選手がとかってことはあり得るのと、あと今年ね、おそらく2桁得点、2桁アシスト達成すると思われる荒木亮太郎選手。はい。そうなると J リーグ過去ナンバーワンのね、スピード。タレントになっちゃうから。そうですね。だから、もちろん彼が本人が抜け出たい、抜け出たくないとか、そこはわからないけど、狙われないってことは 100% ないと思う。絶対狙われると思う。ありえないですかね。他の選手がこうやっていっぱい海外出てる状況からしたら次は荒木だってのも間違いないから、あとは鹿島はそこに対してどうするかってことを考えていかなきゃいけないのかなってのは間違いないと思われると。注目だよね。ですね。あとはもう最前線。綾瀬ね。まあ、今回書かなかったけど、綾瀬は残るのか、まあ残ると思いますけど、彼上田綺世も海外ってこと？まあ国内移籍はないでしょうから、抜かれるとしたら海外。まだ出ないような気はするけど。どこっぽいんですか、プレーとしては、プレミアム。いや、難しいですよね。まずは新都ですか。僕は新都トレ行ってほしいですけどね。できればね。みんなで家借りちゃってんのかな、もう。DMM ハウスがあんのかな。でも分かんないけど、ちょっと一回そこ経由しても面白いのかなと。りょうたろうさんなんかもね。そうなんです。でもだから、ちょっと来年の鹿島のフォワード側だから唯一言えば、ウィンガーはね、その海域だったり、泉、まあ、あと松丸だったり、いろいろいるんで問題ないんですけど、ちょっと今年エベラード選手が今不調気味なっていう、スランプ気味な状態になってて、綾瀬が仮に来年いないとなると、徳島から柿田を戻すのか否かですよね。で、そうすると、あとちょっと怪我がちな染野選手を残すのか、それとも、やっぱね、ある程度体作るためにってので、一回レンタル出すのかとか。で、その次に今度ね、いわゆる、かつてで言う大迫優也、並その福田紫耀が今度待ってるわけなので、だそこを今度どう育てていくのかっていうのが、そろそろ鹿島は、新たな時代が始まるのかなっていうのが、ちょっと見えてるかなと。若もね、やっぱり2、3年やってるところのね、上田綺世選手もそういう感じで言ってましたもんね。もう今や、代表する、ね、もう日本のエース。そうだもんな。鹿島に入ってくる人たちってそういうことだよね。そうなんですよ。だから、怪我とかあるとなかなかちょっと伸び悩む方もいるけど、間違いなく鹿島が取るってことは、その世代最高峰なのも間違いがないわけなので、素材として。なるほど。
そうなんですよ。さあ、あとはだからどうなるかですね、ここはね。ボランチの並び、年齢差にも見える、この非常に計画的なね、この。計画的ですよね。トップランナーを取れるという毎年ね、その計画的な感じ。これはもう、台所事情のシリーズの一つ、いつも見ものですよね。理想系をいつも鹿島がこう見せてる。鹿島やってくれてるのがありますから。さあ、そこでじゃあ来年の若手も取れるかどうか、残せるかどうかに、ご注目いただければと思います。わかりました。ありがとうございました。ということでね。先生、ありがとうございました。皆さんも最後までありがとうございました。台所事情シリーズでした。いろいろやってます。他にもね。そしてこのシリーズも、南まで突き進んでまいりますので、一つチャンネル登録、そして高評価ボタンで応援していただきたいと思います。メンバーシップ、そしてサブチャンネルもやっております。ぜひよろしくお願いします。稲葉でございました。ノーミルクさんでした。ありがとうございました。さよなら。